ホンダアコードホンダアコードユーロ R アコードユーロ R はホンダ技研工業がかつて生産販売していたセダン型の乗用車である六代目及び七代目アコードのスポーツバージョンとして設定されていた二千年六月一日に六代目アコードに設定されていた MT 専用のスポーツグレードサー30と入れ替わり新たに誕生したスポーツバージョンで姉妹車トルネオにも 外観以外は同スペックのトルネオユーロ R として同時に設定された。すでに欧州仕様はコードにはタイプ R が設定されており、その日本仕様とも言える。ピュアスポーツ路線の日本仕様タイプ R シリーズとは趣きが違い、そのコンセプトはセダンとしての扱いやすさとスポーツ性の両立である。よって走行フィーリングはよりマイルドに仕上げられ、室内は 大人4人乗っても十分な広さが確保されている。また車体ロゴの R 文字はタイプ R 同様の赤文字であるが、自体はタイプ R のそれとは別のものが使用されている。搭載されたエンジンはプレルードタイプ S に搭載されていた H22A 型時価4 2 2 l d o h c ビテックでユーロ R 専用にさらにチューンナップされ、欧州使用。 タイプ R をしのぐ最高出力1 6 2キロワットを発生する。アコードの他グレードとは一線を画し、エアロパーツに加え、レカロャ製、バケットシート、桃車製、ステアリングホイールなど、走行面が、専用装備が追加されている。なお、タイプ R シリーズには、シタン製のシフトノブが装備されていることが多いが、ユーロ R のそれはアルミ製である。その後、 最終型に特別仕様のユーロ RX が追加され、専用ボディカラー、専用色レカロー車製、バケットシート、トランクスポイラー、プライバシーガラス、シタン製シフトノブが装備された。2代目アコードユーロ R は2002年10月10日の7代目、アコード発売当初から設定され、同時にトルネオの生産終了によりユーロ R はアコードへ一本化された。エンジンは、 K20A 型時価 42.0LDOHC i ビ t e c で排気量は減少されたが最高出力は先代と同一の 220PES が維持された。2台目インテグラタイプ R に搭載されている K20A 型に二次バランサーを装備し、ブロックの肉厚を上げるなどの改良をしたことで、静粛性を確保するとと,ともに、性能特性を変えている。トランスミッションは、 アコードのグレード中唯一6足 MT が搭載された。走り、居住性、デザインといった車の本質を徹底的に引き上げ、そのすべての要素に質の深さを求めたアコードの中で、快適性はそのままに、スポーツという性能にさらに、こだわり走りに磨きをかけている。ボディの CD 値は0.26と良好で、高速安定性や燃費の向上、 風切り音の低減が図られている。また、アクセルペダルは、乗用車では、珍しいオルガンペダルを採用している。トランスミッションでは1から2足を、トリプルコーン、3から6足を、ダブルコーンの前段マルチコーンシンクロを採用し、シフト荷重を30%低減した。ストロークも 50mm に短縮すると,とともに、シフトノブの配置をドライバーに近づけるなど、 軽快なシフト操作と心地よい操作フィールを実現している。また、トルク間大型ヘリカル LSD がアンダーステアの少ないコーナリングとシャープな立ち上がり加速を実現。2005年11月24日にマイナーチェンジが行われた。かつて、三岡自動車では、同社の認定中古車制度を利用してこのモデルをベースに三岡、ヌエラユーロアールが生産されたことがあった。 2008年12月現在、8代目アコードが発売されたものの、8代目には、ユーロ R は設定されていない。初代2代目イタリアの N テクノロジーが、2008年の世界ツーリングカー選手権に、同じくイタリアのジャスモータースポーツが開発したマシンを使用し参戦している。同年の WTGC 岡山国際サーキット戦からは、 エンジン供給を M テックが担当することになった。ただし、2代目シビックタイプ R や2代目インテグラタイプ R のシフトノブもアルミ製他のグレードは S マチック付きの5速 AT。ありがとうございます。